八角粉、薄い塚古墳、塚原古墳群など多数の古墳、和田古墳群が築造される。奈良時代、武蔵国多摩郡と表記されるようになる。武蔵国多摩郡、多摩の摩がね、なんか磨くみたいな字になっております。多摩霊園の多摩もこんな感じだったような気がします。南多摩虫室跡、焼き窯跡群が作られる。奈良時代頃、武蔵国の六所宮宮宮の一つ、武蔵一宮として大野神社が創建される。鎌倉時代1213年、いい国作ろう鎌倉幕府、いい国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 、1192だから、92から数えたら、11年ぐらい経ってるのかな。関戸っていうのは、成績栄丘あたりだと思いますね。だから、府中市にも近いですね。府中に近い。鎌倉幕府の関所で、ある霞の関が築造される。鎌倉時代、後、あと、第五？なんて読むんだっけ？第五かな？違うかな？なんとか天皇に、起用した、起用した、違うか、わかんない。鎌倉幕府への反乱が相次ぐ中、1333年5月16日、関戸の戦いが起こり、鎌倉攻略を目指す新田義貞軍が北条泰家を破り、霞の関を突破する。この戦いの直後、新田軍を監視するため、関戸城が築かれる。鎌倉時代、江戸時代末期、関戸が宿場町として栄える。甲州街道ってことかな。甲州街道は国道20号線沿いかな。府中から、多摩川を渡るのは結構遡ってからね、登るんじゃないのかな。多摩郡には、今の多摩郡のところには入ったかな。ちょっとわかんないね。多分ね、立川市の方から日野市の方に入っていくんじゃないかな。ちょっとわかんないけどね。そして、この関戸っていう場所があんまりよくわかんないんだけどさ、多摩川のこうね、渡ったところの聖蹟桜ヶ丘あたりだと思うので、必ずしも甲州街道の関所とは限らないかもしれないね。あそこら辺にね、鎌倉街道っていう街道もあるので、もしかしたら鎌倉街道の宿場町かもしれないね。江戸時代中期、江戸を中心とした経済圏が多摩にも広がり、通貨、貨幣経済が浸透する。
江戸時代、中世後期、近世、当時多摩市域に広がっていた三里楼号が解体され始める。またこの頃から入海地をめぐる部落かな争いが頻発する。入海地、誰もがね未開の地を開発したいと思っていたのかもしれないね。土地がお金になるみたいな、権力、土地がいっぱいあれば権力になるみたいな、そういう社会なのかもしれないね。よくわかんないけど。1871年、廃藩置県が行われ、瀬戸村、関戸村など8か村が神奈川県多摩郡に入る。1871年、いやよろや68年、1868年が明治元年だと思います。だから明治3年ってことかな。1872年は学生が発布され、学校の運営を始める。1878年、多摩郡を東西南北の4郡に分ける。埼玉がね、先玉って言って埼玉の先っちょっていう意味だったと思うんですけども、そこにも関係してくるのかな。蓮香寺一帯に蓮香